グランピングは自然と共存しながら、贅沢な快適さを楽しむキャンプスタイルです。野外でのアクティビティ、美しい景色、そして上質な宿泊施設が組み合わさり、独特な魅力を持っています。グランピングを楽しむためには、いくつかのポイントに注意することが重要です。まず一つ目は、宿泊施設の選択です。グランピングでは、テントやキャビン、バンガローなど様々な宿泊施設が用意されています。自分の好みや予算に合った施設を選ぶことが大切です。また、施設内の設備やアメニティも確認しましょう。快適な滞在をするためには、便利な設備が整っていることが求められます。2つ目のポイントは自然を楽しむことです。グランピングは自然に囲まれた環境で行われるため、自然の中でのアクティビティを楽しむことができます。トレッキングやハイキング、自転車での散策など、自分の好みに合ったアクティビティを選びましょう。また、星空や朝日などの自然の風景を眺める時間も大切にしましょう。最後に、食事もグランピングの楽しみです。多くのグランピング施設では美味しい食事が提供されます。BBQ やキャンプファイヤーでの料理を楽しむこともできます。新鮮な地元の食材を使った料理や特産品を味わうことで、より一層の満足感を得ることができます。グランピングは、都会から離れ、自然に癒されながら贅沢な時間を過ごすことができる素晴らしい経験です。宿泊施設の選択、自然のアクティビティの楽しみ方、そして美味しい食事を楽しむことが、グランピングの魅力を最大限に引き出すコツです。心地よい環境で贅沢な時間を過ごすために、ぜひグランピングを体験してみてください。